このコーデはピザの歴史を象述する。古代ローマでは食器代わりに平らなパンが使われていた。ピザの後は997年に南イタリアでラテン語で書かれた文献に登場する。ピザが現在の形に近くなったのは16世紀にスペイン人がインカからトマトを持ち帰ってからである。十八世紀にはスペイン領ナポリの貧しい住民がトマトとチーズをパンに ノせる具として使い始め、19世紀後半にイタリア王妃マルゲリータが気に入ってから一般にも広まった。パンは最も古い食品の一つで、少なくとも新石器時代には誕生している。イタリアのサルデーニャ等では3000年以上前に工房を使ったパンが作られていた。古代ギリシアでは平らなパンが作られており、ピラコースと呼ばれていた。ピラコースはハーブ、玉ねぎ、 ニンニクなどで風味付けがなされていた。古代イラン・アケムネス町のオーダ・レイオス一世は、表面をチーズと、夏目ヤシで覆ったパンを焼かせている。紀元前一世紀、古代ローマの詩人ウェルギリウスは、女ジ詩ジ、アイネースの中で、アスカニオスが、食器代わりの平らパンを食べる様子を描写している。平らなパンは、地中海の各地で食べられていた。古代エトルリアのフォカッチャ、イタリア・カタルーニャ、 バレンシア、バレアレス諸島のコ家ギリシアのピタ、トルコのピデボローニャのピアーダなどである。ピザの語源はよくわかっていないが、次のような説がある。ピッツァの語が見つかった最初期の例は、997年の南、イタリアガエたタでラテン語で書かれたものである。ピッツァマルゲリータピザが現在の形に近くなったのは、16世紀に新大陸からトマトがもたらされてからである。 原産地インカでは栽培種となっていたトマトだがヨーロッパでは有毒植物ベラドンナと形が似ていたため当初は食品としての人気はなくもっぱら観賞植物として育てられていたしかしインカと同様にスペイン領だったナポリでは18世紀後半までには貧しい人々がトマトをパンに乗せる具として使い始めたナポリのピザはすぐに訪れる観光客に対する 名物料理となった。当初、ピザは屋台や路地売りされていた。ナポリのピッツェリア・アンティカ・ポルタルバは1738年から店でピザを作って、路地で販売しており、1830年に店を椅子とテーブルが整ったレストランに改装した。現在の店舗も当時と同じ位置にある。三十市の作者アレクサンドル・デュマ・ペールは1843年のチョレ・コラコロの中で、 ピザがナポリの貧民が冬に食べる唯一の食べ物であると説明した上でナポリのピザは植物油、豚脂、牛脂、チーズ、トマト、アンチョビで味付けられていると描写している。ピッツェリア・アンティカ・ポルタルバ1870年創業のセルサーレの老舗ピザ専門店ダ・ミシェルは本物のナポリピッツァはマリナーラとマルゲリータの2種類だけだとしている。 ナポリピッツァマリナーラは最も古い形のピザであり、トマト、オレガノ、ニンニク、オリーブオイルが具であり、バジリコが使われることも多い。マリナーラは船乗りを意味する語であり、ナポリ湾を拠点とする漁師が好んだからこの名がついたと言われている。マルゲリータは1880年創業のピザ専門店、ラファエル・エスポジトが作った。1889年、エスポジトは イタリアをウンベルト一世と王妃マルゲリータに3種のピザを献上し、このうちマルゲリータはイタリア国旗を思わせる緑、白、赤で彩られたピザを気に入った。ナポリピッツァ・マルゲリータの名はこれに由来する。1984年に設立された元祖ナポリピッツァ協会は、ナポリピッツァのピザ台の製法を焚き木を使って摂氏485度に加熱した密閉オーブンで、 60から90秒焼いたもの。生地は手でこねること。生地を伸ばすのに綿棒などの道具を用いてはいけない。直径は35センチメートルを超えてはいけない。中央の厚さは3分の1センチメートルを超えてはいけないと定めている。ナポリのピザ台が柔らかくしなやかな一方、ローマでは薄くサクサクしたものが好まれた。また、ピザアルタリオと呼ばれる四角い型の上で焼かれる。 タイプのものもある。ピザアルタリオには、多種多様なトッピングがなされ、量り売りされる。ピザは19世紀後半に、イタリア移民によって、アメリカ合衆国にもたらされ、イタリア移民が多かったサンフランシスコ、シカゴ、ニューヨーク、フィラデルフィアなどで広まった。19世紀後半のシカゴでは、頭の上にピザを置いた金属のトレーを乗せ、一つ2セントで売られていた。 アメリカ初のピザ専門店に関してはいろいろな説がある。有力なのはマンハッタンのリトルイタリーにあるジェンナーロ・ロンバーディの店である。ジェンナーロは1897年に雑貨店を開き、1905年にはニューヨーク州発行の商業許可証を得てピザ専門店ロンバーディスを開いた。調理師は従業員のアントニオ・トトノペロで価格はすべて5セントだった。 五千とさえ出すことができない客が多かったため、そういう客には出せる金額に応じた量を売っていた。1924年に、トトノは、ロンバーディスを辞め、コニーアイランドで、自分の店、トトノスを開いた。なお、ロンバーディの最初の店は1984年に一度、閉店し、1994年に同じ通りで、ロンバーディの孫が再開している。ニュージャージー州で、 ピザが売られたのも早い。1910年、ジョーズトマトパイという店が開かれ、1912年にはパパストマトパイが開かれた。1936年、パパスと同じ一族がでロレンツォストマトパイがオープンした。まもなく、ジョーズは閉店し、パパスとロレンツォスが人気のピザ屋となった。コネチカット州、ニューヘイブンのフランクペペが、 ピザリアナポレターナは1925年にオープンし、ニューヘイブンスタイルと呼ばれるクラムパイを販売した。1938年、フランク・ペペのオイサル、コンシグリオが同じブロックの反対方向にサリーズア・ピザを開いた。この両店とも現在でも創業者の一族が経営している。1939年、ダモーリケがロサンゼルスにピザ店を開いた。 1940年代まではピザを食べるのはほとんどイタリア系住民に限られていた。第二次大戦後イタリアに駐留しているアメリカ軍兵士が地元のピザを食べ一般のアメリカ人にもピザが広がった。ピザ日本におけるピザを参照。ありがとうございます。